もう1枚すみません。よろしくお願いいたします。はい、チーズ。お越しくださいました。ありがとうございます。どうぞどうぞ、かけください。それでは、ただいまから寄付受納並びに感謝状贈呈式を始めさせていただきます。東海恵比寿神社様からは昭和45年から平成15年まで毎年ご寄付をいただいておりまして、本年も昨年に引き続き本市の福祉向上のためご寄付のお申し出をいただいております。本日は宮司の野上様をはじめ世話人会の皆様にお越しいただいております。それでは高島市長が寄付金を受け取らせていただきます。東海恵比寿神社宮司野上清卓様、お願いいたします。東海恵比寿大祭にたくさんの市民の方々がお申し込みいただきました。その一部でございますけれども、ぜひとも福祉のために、ご支援をいただきたいと思いまして本日お申し込みいたしました。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。続きまして、高島市長から感謝状を贈呈させていただきます。感謝状、東海恵比寿神社、宮司、野上清隆様。紀伊神社は、東海恵比寿神社正月大祭に際し、社会福祉の向上のため、多額の寄付をされました。よって、ここに深く感謝の意を表します。平成30年、3月13日、福岡市長、高島市長。どうもありがとうございます。